皆さんこんにちは。本日もおてチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回はですね、人生初の雪景色ジオラマの制作に挑戦いたしました。数々の失敗を乗り越えて、なんとか完成に至ったので、その様子をご覧いただければいいなと思っております。それでですね、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ボタンを手首が腱鞘炎になるほど押してくれたら嬉しいです。ということで本編をどうぞ。まずですね、ジオラマを作る下準備としまして、 3D CAD で全体像を設計しておきます。そしてそれを何個かのパーツに分けて 3D プリンターで造形していきます。これね、めちゃくちゃパーツが大きいんでね、完成まで9時間ほどかかります。この辺ちょっとね、サポート材がちぎれて造形不良を起こしかけてね、危ないんですけれども、今のところはうまくいってるということでね、完成を待ちたいと思います。ですね、あまりにちょっと衝撃的すぎて、ビデオ回すの忘れてたんですけれども、3D プリンターで順調に造形してましたところ、突然ですね、ブレーカーが落ちてしまいまして、これがね、一番最初に造形する側ですね、プレートにこうくっつかってて、どんどんこういうふうにね、下の方へ造形されていったわけなんですけれども、トンネルのね、ちょうど真ん中でね、ブレーカーが落ちてしまって、 3D プリントが止まってしまったと。これね、造形する時間ってね、だいたい9時間かかる予定だったんですけれども、ここまでね、6時間ぐらいかかったんですよ、ここまで。で、ちょっとほったらかしにしといてね、ちょっと 3D プリンターはそのまま任せておいて、ちょっとしばらくしてから見に来て、どうなってるかなと思ったら、なんと途中で止まってると。このトンネルですね、このトンネルと同時にですね、もう一個この石垣ですね。石垣も作ってたんだけど、石垣も途中で止まってしまったと。もうこれがね、ちょっと無駄になってしまってね、悲しいと。すごく悲しいと。いうことでね、しばらく打ちひしがれておりましたけれども、過ぎてしまったことなんで、ね、もういつまでもくよくしてらんないんでね、次へ進みたいと思います。うわー。はい、ということでですね、今回はこちらの木製パネルですね、これホームセンターで買ってきたやつなんですけれども、 M6 っていうサイズですね。だいたいこちらの長さですね、長い方が410mm で、こちらの短い短辺の方がだいたい242とか243とか、そのぐらいだと思います。今回はね、 N ゲージのジオラマを作っていこうと思うんですけれども、じゃあここに一体何を作るかとね、申し上げますとですね、トンネル出てまたすぐトンネルに入るような山間部の景色を作っていこうと思います。これね、 3D プリンターで作ったんですけど、もう今時便利ですよね。デザインさえしちゃえばね、もう正確にこう作ってくれるということで、もう非常に私にとってかけがえのない必需品となっておりますけれども、で、パーツが大きいんで1、2、3とね、3つに分かれてますけど、本来はねこれ5個あったんですけど、接着したりしたところもあるんで、今は大きな3つのパーツになってます。これをさらにね、正確に組み立ててって、この山間部の景色を作っていこうと思うんですけれども、問題はね、やっぱ季節ですよね。季節、なんと今回はですね、自分もジオラマ作り続けて結構な年数になりますけれども、初めてですね、人生初雪のジオラマを作っていきたいと思います。拍手。今回ね、加藤さんのこの1000個の雪というものを購入いたしまして、雪景色作っていこうと思ったんですけれども、これ1個だけじゃなくてね、いろんな素材を使って雪景色に挑戦していきたいと思います。本当にね、ガチでね、雪って作ったことないんですよ。材料を買ったのも初めてですから。なんでね、いろいろ多分ね、失敗もあるし、こうね、試行錯誤これからあると思うんですけれども、一丁やってみるかということでね、やってみましょう。プレイボール。なんやかんやありましたが、無事 3D プリントされた造形物が出来上がりましたので、これをもとに左右と奥側のね、壁といいますか、端部のね、断面図を設計いたしまして、この 0.5 ミリのプラ板で作っていこうと思います。それでは下書きが終わりましたんで、このね、書いた線に沿ってカットしていきたいと思います。
0.5 ミリというね、まあまあ薄めのプラ板なんで切りづらいっていうことはないと思うんですけれども、あまり力を入れずにこう何回かに分けて薄くなぞるようにカッターを動かしますと綺麗に切れると思います。ちょっと日差しが強いんでね、影が強く出ちゃって見づらいかもしれないんですけれども、こんな感じでね。でですね、ある程度こう直線はカットし終えたんですけれども、このトンネルポータルのこの曲線、どうやってカットしたらいいかというところなんですけれども、今回こちらのサークルカッターというものを用いてカットしていきたいと思います。まあ、要はコンパスの鉛筆の部分がこのカッターの刃になっているやつで、針を円の中心に刺してこうやると丸くカットできるという一品になっておりますので、これを使ってね、このトンネルの上半分は半径22ミリの円となってますんで、この半分から上をね、こういう風にカットして、まあ残りはね、フリーハンドでいけるんじゃないかと思いますんで、ちょっとね、チャレンジしてみたいと思います。これも優しくですね、優しく本当にこの表面を軽く傷つけるくらいの感じで最初はカッターの刃を入れていきます。本当はね、22ミリじゃなくて本当は 22.44 とかね、すごい細かい数値なんですけれども、そんな絶対切れるわけないですから、まあ、ある程度22とかね、 22.5 とかね、そのくらいでカットして、あとはね、現物合わせで調整していった方がね、作業もスムーズに進むと思いますんで、程よいね、適当という部分をね、いかに見抜けるかがこうジオラマをね、楽しく作るコツだと思います。ある程度ね、こう筋が入ってきたらカッターの刃を回すより本体を回した方が綺麗に切れるということが分かりましたんでね、今そのようにしております。チョク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 、いったか、いったか、いった、素晴らしい、綺麗にカットできましたね。じゃあ残りのこの部分、普通にカッターでねカットして仕上げていきたいと思います。4種類プラ板を切り出しまして、こう3本の、ね、側壁といいますか、壁といいますかね、そういうものをね切り出したわけなんですけれども、とりあえずね、これは組み立てずにちょっと一旦置いといて、次の工程進んでみたいと思います。今回使うレールはですね、トミックスさんの同床付きレールを使っていこうと思うんですけれども、サイズが S280 と S99 のストレートレールですね、それぞれ1本ずつつなげまして、このレイアウトボードの上に置くとね、若干ね、こう両サイド少し足りないくらいなんですけれども、はみ出るよりはいいということでね、このサイズを使っていきたいと思います。はい、それでは続けてね、どんどんいきたいと思います。で、次にやるのはですね、このベースボードに地面の元となるものを設置していきたいと思うわけなんですけれども、こちらですね、山の大元となる形にねカットした発泡スチロールの板ですけれども、厚みがこれ5センチありますので、これを2つ重ねて大まかな地面、山の元としつつ、こう起伏をねヒートカッターでカットしていきたいと思います。まずですね、先ほど切ったプラ板の壁ですね、それをねマスキングテープで仮止めしておきます。じゃあまあね、こういう風に3方向とりあえずマスキングテープで仮組みしましたんで、早速先ほどのこの発泡スチロールの塊をね、このプラ板をガイドに接着しちゃいましょう。行ってこいと。こういうのはね、もう勢いが肝心ですからね、もうバンバンやっちゃいましょう。この発泡スチロールがある程度接着されましたら、続いてこのプラ板も接着しちゃいましょう。行ってこいと。で、ここね、綺麗にまっすぐにしたいんで、下がね、こう硬くて平らな部分に押し付けるように、こっち側をね下にして置いておきます。これでね、ちょっとしばらく接着されるのを待ちたいと思います。背面の板が固まりましたら、両サイドのねプラ板も貼り付けていきます。そうしましたら 3D プリンターで作ったトンネルポータルや石垣を仮置きいたしまして、山の斜面がこうスムーズに滑らかになるように削っていきます。
この発泡スチロールをですね削るのに使うメインの道具はこちらになります。でん、発光さんのスチロールカッター、これを使ってねこのトリガーを引くとねこうランプがつきますんでね、ランプがついてる間はここがね熱々の熱々になるということでね、それでその熱でこう溶かしてね山の斜面作っていきたいと思います。特にこのスタイルフォームじゃなくてこの発泡スチロールの場合だとこう粒々のゴミがいっぱい出るんですけど、これだとねそんなにゴミが出なくてね片付けしやすいということでね、これを使っていきたいと思います。まあこれもね毎回言ってますけど基本の土台なんで大まかな感じでどんどん削っていっちゃいます。で先ほど設置したプラ板 0.5mm で薄いので長くこのスチロールカッターが当たってると溶けてしまいますんで、そこの部分だけ気をつけてこう素早くカットしていくようにします。あ、こんな感じでね、よいしょ、もうすぐです、もうすぐ、もうすぐです、もうすぐ切れます。いい、あちゃー、どうしてもこういった部分はねヒートカッターだと削りきれませんので、一度外してカッターなどで削って形を整えていきます。今回使うのはタミヤさんのパテですね、ベーシックタイプ、まあ、隙間や段差をこうなくすように、これはねちょっと多めにやった方のがね仕上がり良くなりますんで、ね、気持ち多めにモリモリパテ盛りをしていきましょう。こういった程よい大きさの筒状のところにですね両面テープでサンドペーパーを貼り付けまして、こうやって内側を慣らしていきます。なるべくこのトンネルの大きさと近い大きさの瓶を探すといいかもしれないですね。ということでヤスリがけとサーフェイス処理が済みました。グレー色のねスプレーをサーフェイサーとして拭くことで 3D プリントした際にできたこの積層痕ですね、これを浮き上がらせてよりこうヤスリがけをしやすくなるんですね。これ一回ねスプレーした後にヤスリがけしてあるんで、こう斜め線が今ちょっと浮き出ちゃってるんですけれども、触った感じはもう完全に平らです。この後ねこれを本塗装していくわけなんですけれども、今回のジオラマの工程を考えますとね、塗装の前にこのもうベースボードにねこれらの造形物をくっつけちゃった方のがいいと私なりに判断いたしましたんで、まずねこれを接着してそれから本塗装としていきたいと思います。これ黒いねスタイルフォームなんですけれども、これをこう後ろに当てがってこの背景板の垂直を維持しつつトンネルポータルを接着していきます。行ってこいと、うりゃ、こういうのはね勢いが大事ですからね、もうやると決めたらやっちゃいましょう。意外に後からどうにでもなりますからね。よいしょ。でまあ接着をした後にですね、こういう隙間ですね、どうしてもねこういった隙間が発生してしまいますんで、あれどこ行った、どこ行った、あったあったあった、こちらの木エパテ、を使ってですねこちらの隙間を埋めていきたいと思います。自分の場合はねヤスリがけして出た粉はですねウェットティッシュとかでこうやって拭ってあげるのが一番いいかなと思ってます。結構便利ですよウェットティッシュ。
加藤さんのこの側溝ですね、これを石垣の足元に接着していきます。よいしょ。まあ、これはねちょっと自分も詳しくはよくわからないところではあるんですけれども、鉄道信号とかねその他諸々の電気設備をね通すためのケーブルですねが入ってる側溝を表現してます。ではもう一度スプレーしていきます。これでね 3D プリントした造形物も一体化&色もね統一されたんで、全体像が見えることでねさらにこうモチベーションがアップしてね作業がはかどりそうな気がしますね。まあとりあえずちょっと感想を待ちたいと思います。やっぱり納得いかないんでもうちょっと削ってみます。はい、ということで塗装が済みましたんで、この後ねこの石垣やトンネルを汚していきたいと思います。はい、とまあひとまずねこんな感じで汚しが完了いたしました。今回ねミスターウェザリングカラーマルチブラック一色のみでウェザリングを行っております。風雨にさらされてもうだんだんね汚れてく壁とかねコンクリートの様子表現できたんじゃないかなと思っております。じゃあまあこんなところでひとまずねトンネルと石垣は一旦置いといて、こちらの山ですね、山の地面の製作を作り進めていきたいと思います。山の大まかな地面の形、それをね何を使って作るかと申し上げますと、毎度おなじみ木工粘土ですね、これを使って製作を進めていきたいと思います。でですね今回雪景色だから、わざわざこの茶色のね木粉粘土使わなくても白いね紙粘土使っちゃえばもうそれで雪っぽくなるから、その上に雪の素を振りかければいいんじゃないかななんて皆さん大思いかもしれませんけれどもね、私もね最初そう思ったんですけれども、やっぱりね今回ね一番最初生まれて初めての雪景色ということですから、ちゃんと地面を作ってから雪を作ろうというふうにね思っておりますんで、今までとね工程的には同じになりますけれども、まずこの木粉粘土をね塗っていきたいと思います。そしてまあいつものようにね木工用ボンドを塗ってあげるとなんとなく食いつきがいいように感じますんで、自分がそう感じてるだけだと思いますけれども、一応ね木工用ボンドをね全体的に塗っておきましょう。そしたらですねこう軽くこねてあげた木工粘土をですね、木粉粘土をですねこう隙間を埋めつつ山肌の地面の形に整えていきます。なんか今回の木粉粘土すげえ伸びがいいな。ダイソーさん配合変えたんかな、ちょっとすごくいい感じだな。それともあれか、今まで買ってきてなかなか使わなかったからちょっとパサついちゃってたのかな。皆さんにはあまり分かんないかもしれないですけどね、結構こうトルコアイスみたいに伸びますね。寒い。1度ってなんで、1度って夏暑く冬寒い、この過酷な環境の中でね一生懸命ジオラマ作っておりますのでね、早くねいい部屋にリフォームしたいと思いますので、皆さんチャンネル登録とねご視聴ぜひよろしくお願いいたします。でですねこの木粉粘土が乾燥いたしましたんですけれども、やはりこう少しね収縮してしまってこう隙間ができてしまっているということで、この隙間はですね、じゃん、毎度おなじみ木エパテ A を使ってですねこの隙間を埋めていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
この後土をかぶせてしまいますんで、そこまで綺麗にならす必要はないんで大胆にやっちゃいましょう。よし、おー珍しく一発で決まったね。よしよしよし、 OK 牧場。はい、そうしましたらですね、このように何種類か色が微妙に違う土色のパウダーを用意いたしまして、こちらの山肌にね、まず土の表現をしていきたいと思います。どうせ雪化粧しちゃうから、こういう土の表現なんか省略していきなり雪やっちゃえばいいじゃんと思いかもしれないんですけれども、何回も言いますけど今回初めて作るので、とりあえずね、こう地面を作って情景を作ってと、手順を今まで通り踏んで最後に雪を降らせてみたいと思ってますんでね、要領をつかんで慣れてきたら、まあ、省略するとこは省略しちゃってもいいかなと思うんですけれども、今回は本当に最初ですんで、ちょっと今まで通りやってみたいと思います。じゃあ、まあ、ボンド水溶液作っていきますんで、こちらですね、木工用ボンド、それと同量のお水、バラストにボンド水溶液を垂らすときは必ずこの台所用洗剤というものをね、数滴垂らして、この水溶液が染み込みやすくするんですけれども、今回ね土パウダーなんでちょっと効果があるかどうかちょっとよく分かんないんですけど、まあとりあえずね何滴か入れておきましょう。へえ、それでは土パウダーを巻いていきたいと思いますんで、まずこのボンド水溶液を塗ります。このこちらのね4種類のパウダーをいい感じに適当に混ぜて巻いていきます。でさらに上からスポイトで吸ったボンド水溶液をゆっくりかけていって、より強固に固着します。スポイトギュッてやるとね、ここがドサッとクレーターみたいになっちゃいますんで、穴が開いてね、バラ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 。今回本当に適当にね、この4種類のパウダーを振りかけたんですけれども、なんかねなかなかいいんじゃないですかね。ちょっと雪景色にこの後ねしちゃうのもったいないくらいの地面が出来上がったんじゃないかなと自分で言っちゃっておりますけれども、あとねやはりこれ寒さのせいなのか何なのか分かんないんですけれども、このねパテ埋めしたところやっぱりこうひび割れちゃったんですね。もう一回ここねパテ埋めしてもいいかなと思ったんですけれども、まあ雪で隠しちゃうか何かこううまくするか、もう思い切ってこうひび割れのままにしちゃってもいいかなと思っておりますんで、下手に加工はしないでおこうかなと思っております。やっぱりジオラマに寒暖差っていうのはちょっと厳しいですね。皆さんやられる時はね、こう室温が安定したところでずっとね制作したり保管したりするのがやっぱベストだと思います。じゃあこちらのね山の土が乾燥する間に、今回ちょっと早いですけれども、お楽しみのねあれをこれからねやっていきたいと思います。今回はこちらの会津バラストですね、このバラストを使っていきたいと思います。まあこのバラストもね他と同様にねボンド水で固着していくわけなんですけれども、この会津バラストはですねボンド水をつけると若干元の色より黒くなってしまうという特性があるんですけれども、今回ね雪景色ですから濡れたバラストの表現に持ってこいということでね、今回こちらを使っていきたいと思います。まあこの後ねやるんでうまくいくかどうかわかんないんですけど、こうねわさわさ降ってるっていうよりはこう春近しということで、ちょっとね地面が少し見えてるような感じにしたいとも思いますんで、なおさらねそれでしたらこのバラストが向いてるということでね、バラストを紙コップに移しまして、これからここにねバラストを敷いていくわけなんですけれども、まずこのレールとレールの間ですね、ここにバラストを敷いていきます。紙コップの先っちょをこう尖らせて、少しずつですね、もちろんバラスト盛りすぎちゃうと走行に支障が出ちゃいますんで、本当にここね少しでいいです。指の腹で行ったり来たりすると
その枕木の上にあるワラフトが取り除かれて綺麗に敷くことができます。で、今回特にこの上にさらにね雪を盛りますんで、その分も考えてさらにいつもよりちょっとね薄く巻いていきたいと。誰の頭が薄いね。で、ここまで巻いてね、紙コップだとちょっとこの先が非常に巻きづらいんで、こちらのねキキララのスプーンなどお持ちでしたらね、これでこうバラストをこうすくってですね巻いていくといいかもしれないですね。ってことでね、キキララのスプーン皆さんね1個ぐらい持っといた方がいいかもしれないですね。前回のね80分の1ジオラマではねキキララのスプーン使ってちょっと失敗しましたけれども、今回はね非常にありがたい存在となってますんでね、1個は持っといた方がいいかもしれないですね皆さんもね。やべ、めちゃくちゃ大事なこと忘れてた。っていうのもですね、今回ここね電化なんですよ。電化線なんで河川柱を立てるための穴を開けておきます。河川柱立てるのに穴開ける必要なんかないじゃんと思いでしょうけれども、今回ねトミックスさんの線路に加藤さんの河川柱を立てるんですね。それなんでちょっと高さを合わせるために穴をほじくっております。あぶねー、でも気づいてよかった。あれちょっと緩いな、まあいいや。爪楊枝でも刺してね、ちょっとこの穴を保護しておきましょう。このレールとレールの間のバラストが敷き終わりましたら、この線路の両側ですね、私はここの部分をね通称線路の肩と呼んでますけれども、この肩の部分両サイドにバラストを今度敷いていくわけなんですけれども、このままね乾いた状態でバラストを敷くと、バラストがねこう外側へこう広がってしまって、間延びした感じのねバラストになってしまいますんで、この肩の部分にねボンド水溶液を塗って置いてですね、こうするとですねバラストがこのボンド水溶液にピタッとくっついてね、こう外側へ広がらずにコンパクトにギュッとまとまってくれますんで、これはやっといた方がいいと思います。じゃあちょっと巻いていってみますね。これね肩の部分を濡らしたおかげでね、こういうふうにバラストの食いつきが良くなってますんで、これを利用して巻いていくとコンパクトに巻けます。そしてねこのトンネルの中はね先ほど同様キキララのスプーンを使って巻いていきます。そうしましたら反対側も同様に肩の部分にバラストを巻いていきます。バラストが敷き終わりましたんで固着ということになります。先ほどのね山肌を固着したのと同じようなボンド水ね、気持ち濃いめのやつを作りまして、枕木と枕木の間からゆっくり滴下していきます。これゆっくりやらないとせっかく揃えたバラストが枕木の上に乗っちゃったりしますんで、ここはねちょっと我慢してねゆっくり丁寧にやっていきたいと思います。これ色が若干濃くなってるところがあると思うんですけれども、これはね先ほど内側に巻いたボンド水が枕木の間から伝って外側にこう染み出てきてるんで、これをね利用して今度外側ですね、この辺からこう巻いていくとバラストがね崩れずにいい感じで固着できると思います。線路の肩の部分のバラストの固着もね、レールの間の固着同様ゆっくりやっていくようにしますね。そうじゃないとですね、せっかく揃えたバラストがバラバラとばらけてしまいますからね。バラストだけに、はい、じゃあこっち側もやっていきましょう。しっかり固着させるようにね、このぐらいビッタビタにボンド水を垂らしてもいいと思います。じゃあこの状態でねしばらく乾燥を待ちたいと思います。それではですね、バラストと土パウダー乾燥待ちの間にですね、こちらの針葉樹の幹小というもの、これをね組み立てていきたいと思います。袋の中にはですね、こういった小さめの魚の骨のような形の木の幹ですね、元が入ってますんで、これが土台ですけれども、この土台部分をですね木の幹からまず切り離します。そうしましたらですね、これ横から見るとこれただ平べったいんで、下の方から適当にこうねじってあげます。真上から見た時に全方向にこう枝が出てるようにねじります。こ
これもまあこんな感じ適当でいいんで、全ての木の幹にやっていきたいと思います。木の幹から土台を切り離したところなんですけれども、本当はねこういった跡とかもね綺麗に処理した方のがいいんですけれども、今回はねこの樹木密集して植えるかつ大量に作りますので、まあ、この辺はね省略しても、省略というかねこう綺麗に処理しなくてもいいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあね1袋目24本のネジネジが終わりましたんで、続きましてねおかわりということで2袋目行ってみたいと思います。はい、続きましてねこちらの加藤さんから出ているギガプランツとウッドランドシーニックスさんから出ているこちらのねミディアムグリーン、この2種類のフォーリッジを使って針葉樹の葉っぱを作っていきたいと思います。こちらギガプランツですけど、その名の通りねこの塊がね大きいので、ある程度ねほぐしてあげましょう。うちにギガプランツしかなかったんでこれ使いますけれども、ワンランク細かいミディアムプランツとかでもいいかもしれないですね、これね。っていうかそっちの方がいいかもしれないですね。手でちぎる手間暇省けますんで、じゃあある程度ねこうやって細かくちぎれたところで、先ほどのねこちらミディアムグリーン、こちらを追加して混ぜていきたいと思います。ゴム系接着剤をこの木の幹に塗りたくりまして、うわっ、ちょっと今失敗しましたけれども、パン粉をつけるような要領で一本出来上がりましたね。これでどんどん作っていきたいと思います。あと半分、これでラスト、よし、48本作り終えました。これね最後に全体的にふんわりマットサンドという茶系のスプレーをして色味をね落ち着かせております。では次の工程行ってみましょう。ちょっとねいきなり本番で雪を使うっていうのもちょっと怖いんで、この辺でねちょっと雪の練習をしてみたいと思います。これ前から買ってあったんで、もちろんこれも使いたいんですけれども、これ中がちょっとこういったね湿った感じのペースト状の雪ですんで、全体に振りかけるようなサラサラした雪の素も欲しいということで、今回はこちらですね、ザーンと重曹ということでね、こちらを使っていきたいと思います。雪のジオラマ作られてる方でね重曹を使われてる方って結構多いんで、自分もそれに習ってねちょっとやってみたいと思います。でですねここにね用途以外に使わないでくださいと書いてありますんで、ジオラマに使ってみたいと思います。前に初めて静電気で草を立たせるグラプロというねマシーンを使った時に実験台となったねこの息子のジオラマ、こちらを使ってですねまた雪の実験をしていきたいと思います。じゃあまずはこの1000個の雪ですね、このペースト状のものをねこのジオラマになするとどうなるか、これ蓋についてるのもったいないから蓋からいきましょう。バニラアイスみたいですけどね、適量を取りまして、ちょっとこういうところになすってみますね、どんな感じになるのか。ほうほうほう、綺麗にしないとこうちょっとなすった跡がそのまま残っちゃいますね。そしてこの1000個の雪もね、なんかこう上の部分は硬くてね、下がこう杏仁豆腐みたいにプルンプルンしてますんで、この下の方がこれ本物なのかな、すごいプルン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 してますねこれ。ちょっとやってみる。ああ、なんなん？これも長く置いといたからなんか経年劣化で分離しちゃったみたいなんで、こう混ぜて、まあいいや、実験だからちょっと大胆めにいってみましょう。難しいね。自分の技術的な問題だとは思うんですけれども、これでなかなか雪に見せるっていうのは結構厳しいかもしれないな。
まあ、実験というのはね、失敗するためにやってるみたいなもんですからね、失敗が分かれば正解が分かるということでね、これはこれで良しとしましょう。ちょっとね、重曹の方もやってみたいと思います。なんかちょっと先行きが心配になってきたな。重曹はこう茶こしを用意いたしまして、上からさらさらと。茶こしいらねえな、目が荒すぎて重曹がもう素通りしてしまうんで、茶こしやめましょう。あ、重曹いいですね。気持ちね、目が荒いというか雪の粒がね。おバスケの九太郎なんですけれども、まあいいんじゃないこれ。ちょっともう少しバラストの方には、あ、いいね、いいんじゃない。こうちょっとね、地面が透けてるぐらいの雪にしたかったんで、いいかもしれないですね。で、こちらが木工用ボンドを水で溶いたものに重曹を入れたものになります。いいね、ちょっとねシャーベット状というかベチャっとした感じね。こちらから加藤さんの千個の雪、重曹ペーストということでね、まあこれもねちょっとベチャっとしてますけど、自分のこれ塗り方が悪かっただけで、もうちょっとねうまい表現があると思うんですけれども、でもやっぱりね重曹すごくいいんでね、重曹をメインで使っていきたいと思います。じゃあまあね、実験も進んだことですし、最初に雪化粧をするのはね、この植える前の樹木ということで、ボンド水溶液ですね、木工用ボンドを水で薄めたもの、これをねまずスプレーしていきたいと思います。パラ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 と。結構大胆にいっちゃってもいいのかな。重曹のいいところは安いですよね。とにかく価格がお手頃、そして手に入りやすいと。まあ、第一弾こんなもんでいいでしょう。足んなかったら後から振りかけられますからね。樹木にね重曹を振りかけて雪の表現しましたけれども、その樹木が乾燥待ちの間にですね、今度こっちの地面ですね、ここにね、これまだ完全に土だけなんで、ここにねわずかにこうちょっと草を生やしていきたいと思います。で、まあ冬なんでこういったね枯れ草色、金色をメインにほんの少しだけねこう緑を入れて、それをねこちらのピーコさんのね静電気でね草を立たせるグラスアプリケータープロ、略してグラプロということでね、これをね使ってこう振りかけて草を立たせていきたいと思います。濃いめに溶いたボンド水溶液を適当に振りかけていきます。もう何回も言ってますけど、今回雪景色ですから草もそんなにね目立たないと思いますんで、本当にこう適当に、適当っていうのが難しいんですけど、適当にスイッチオン。あー怖い、いつも怖いんだよなこれ。よいしょ、行ってこいと。よいしょよいしょ、軽めにね、軽めに。この手前の部分は道路になる予定ですんで、 0.5 ミリ厚のプラ板をグレーで染めたものですね、これをこの道路の形に切り出しまして、今から貼り付けていきます。で、最初スチレンボードでいいかなと思ったんですけれども、この後雪の表現とか土の表現とかでね水をいっぱい使いますんで、スチレンボードだとちょっとね歪んでしまうのが怖いんで、今回はねプラ板でやっていくことにします。それでは接着と、行ってこい。よいしょ、いいですね、ビタッと決まると気持ちいいですね。じゃあ残りのねこう空いてる土地にも土パウダーを敷いていきます。まあこれも山同様ね、何種類かのパウダーを混ぜて地面を表現していきます。
ジオラマの土地の関係上ね、片側一車線の道路なんですけれども、ここがセンターラインになります。なんでこっち側の車線はまあある程度確保できたんですけれども、こっち側の車線は本当にこう端っこの部分にあるという感じでね、作っていきたいと思います。ちょっとね、ただの線路も直線だし、こっちの道路も直線なんで、ちょっとね面白みに欠けるというか変化に欠けるんですけれども、まあ今回はね、あくまで主役は雪ですから、じゃあここの道路の線、色をつけていきたいと思います。道路のライン引きなんですけれども、ここは単純にね、アクリル絵の具を綿棒につけてポンポンしていきます。一度に塗ろうとしないでね、何度かに分けて薄く重ね塗りしていきます。センターラインはオレンジ系のアクリル絵の具ですね。じゃあまあこんな感じでね、完全に真っ白くは塗らないで、ある程度こう下が透けるというかね、グレーっぽい場所もね、まだらに、ムラに、ムラムラに塗ることによって、こう田舎のね、白線がちょっと消えかかってるようなね、きちんと塗られてない感じの道路の線をね、表現できてると思いますので、ちょっと剥がしてみたいと思います。おらよっと。もう一丁。いいね。この線と線の間はね、2センチ、実際に換算すると3メートルと、まあ一般的な国道の幅となっております。地面が濡れておりますんで、いつもよりちょっと濃いめにアスファルトの色を修正しておきますね。でまあ、今回ね、ここは電化線、電気が通ってる、電車が走るという設定にしたいと思いますので、架線柱はもちろんこうやって立てるんですけれども、架線もね張っていきたいと思います。でその架線はですね、じゅん、こちらのですね、銀河モデルさんの架線を使っていきたいと思います。これはね、結構前に購入したやつで、ずっと使わなかったんですけれども、自分のね、模型の材料をストックしてある場所をガサゴソしてたら、これが出てきましたんで、せっかくなんでね、これを使って架線を表現してみたいと思います。でね、この架線はエッチングパーツとなっておりますんで、まずね、こちらから架線を切り離したいと思います。カッターの刃を傷める可能性は十分にあるんですけれども、何回かにこう分けてやるとカットできますね。これちょっとの衝撃でひん曲がってしまってね、元に戻すのすごい苦労しますからね、慎重にね取り扱いたいと思います。地面から40ミリのところにトロリー線が張られてますんで、その高さに合わせて架線柱を立てておきます。ちょっと分かりづらいんですけど、トンネルの上部にですね、ここにね小さな穴が見えると思うんですけれども、これはね、こう細い真鍮線を入れてですね、トンネル内で架線を支えてくれるジグとなりますんで、そのための穴をね、設計段階で開けておきました。それじゃね、ちょっと緊張いたしますけれども、架線を張ってしまおうというわけですね。もうすでにここにゴム系接着剤を塗っておりますので、行ってこいと。よいしょ。これね、ゴム系接着剤ちょっと汚いですけど、しっかりくっつけたかったんで、後でこれ修正いたします。でですね、まだ接着したのはこちらだけですね。向こう側は下にダラーンと垂らしておいて、この後ね、高さを合わせて先ほど差し込んだこちらの棒にくっつけて高さを合わせていくということになりますね。こちらもちょっと大胆めにゴム系接着剤を塗りまして、よいしょ。
こんなもんでどうだ。で、余分なところはカットします。怖え。加工するときにちょっとだけここね触っちゃってよたらせてしまったんですけれどもね、あとはうまくトンネルの中に入ってくれたんでよしとしましょう。じゃあこちら残り半分ねやっていきましょう。でこのゴム系接着剤をつけてちょっとテカってしまったところは似たような色のグレーですね、アクリル絵の具、これを使って修正していきます。はい、ということで架線がですね無事に貼れたということですね。トンネルの中から見てもねまあまあまっすぐに貼れてるのでね、まあよしとしましょう。もう安全第一、絶対引っ掛けて壊さないようにしつつ他のねケーブル類もねどんどん取り付けていきたいと思います。よっしゃ、とりあえず嬉しいです。トンネル内のケーブルも続けて接着していくんですけれども、これはですね前に作った新幹線のジオラマのトンネル内に這わせたケーブルですね、それと同じデータのものを 3D プリントいたしましてトンネル内に貼り付けていきます。はい、ということで架線とね電気系統の設備の配線が完了したということですね。メインの架線と多分ね自分もすいませんこの辺ちょっとよく分かんないんですけど AT 線とかね多分信号とかを制御する電線類ですね、それをこうトンネル内まで這わすことができました。一応こういうケーブル類はトンネルの内壁にベタ付けするとちょっとまずいので外紙をかませて接着してあります。下のケーブルもねちょっとなんか用途が分かんないんですけど、まあごちゃごちゃしてた方のが模型的には面白いんでこういうのもねつけてみました。ジオラマの端っこの部分のトンネルの処理はすごく適当で架線とこういう AT 線類はもう直接トンネルの内壁に止めちゃってありますけれども、本当はねトンネルの内壁もずっとこう外紙とかで少し浮かせて取り付けてあるんですけれども、その辺はねちょっと作業の効率化というかね楽するために省略させてもらっちゃいました。そうしましたらこれを行ってこいと、よいしょ。はい、でこれでこういった感じで落石防止柵も取り付けが完了したということで、とりあえず小物類の取り付けは全部終わったと思うのでいよいよですね雪を降らせてみたいと思います。あ、でもちょっと雪降らせる前にせっかくこれね何もないここ今ハゲ山ですけど、誰がハゲやねんって話なんですけど、いい状態で秋の雰囲気を醸し出してるんでちょっと一回だけね記念に走らせてみてちょっとね画像を保存しておきたいと思います。はい、それじゃあやることやったと思うので、多分ねやり残しがあったとしてもまあ今後追加でできるやつだと思うんで、いよいよですね雪を降らせてみたいと思います。じゃあまず初めにこの側面をね綺麗に塗ってしまいたいと思います。というのもね本来はこういうのだいたい最後にやるんですけれども、雪を降らせた後に塗るとここからもしかしたらねこういうとこからこの側面の塗料が回り込んで雪に色がついてしまうかもしれないんで、とりあえず今回この側面の色塗りは雪より先に
やってしまいたいと思います。まあ、これも一度に塗ろうとせずに乾いたら2度3度と重ね塗りするとね、綺麗に仕上がると思いますので、まだこういう今は塗り跡があっても焦らずに作業を進めるようにします。でこのプラ棒ね、まあ普通は染めなくて大丈夫です。分かりやすくちょっと黒く染めてるだけなんですけれども、これをですね、このコの字型を下に向けてレールの上面にね、このコの字型をかぶせると、これからね雪降らせますんで、それの養生代わりとします。まあ置いただけですけどね、こんな感じで養生が完了したということになります。いきなり全部やるんじゃなくて、最初に実験としてちょっとこの辺のエリアだけね雪を降らせてみたいと思います。ボンド水溶液を結構多めに垂らしまして、ああ緊張するね、緊張するね、緊張するけど行ってこいと。カメラだとねちょっとホワイトバランスの関係で白飛びしちゃいますけど、こういう感じでちょっとねうっすら地面が見えつつ雪が積もってるという感じがねいい感じだと思います。この上に針葉樹がありますんで、一応その針葉樹たちがこの地面から少し雪を守ってくれるということで、ここをわさわさ乗せないで、まあ、軽めにしときましょう。軽めだったらね後から追加できますからね、いくらでも。自分ねズボラなんで新聞紙を敷いたりとかね、何かビニールを敷いたりして養生なんか全くしないで、ね、机に直置きしてもそのまま制作始めちゃってるんですけれども、でこれこのままほっときますとね、皆さんこれね他の人が来た場合にね、この白い粉はなんだ、怪しいということになりますんでね、皆さんは新聞を敷いてやるようにした方がいいかもしれないですね。これは重曹。さていよいよ道路の部分にね雪を降らせていくんですけど、緊張しつつも大胆にやっちゃいましょう。車が当然雪降ってても通りますので、タイヤの跡を2ミリ角のこのヒノキの棒でちょっと軽めにこすってやって、こっちのこすりが足んないですね。このちょっと道路がねジャビジャビのシャーベット状のとこにうっすらついてるタイヤ痕にご視聴の皆さん見えてくれると嬉しいんですけど、果たしてどうでしょうと。この石垣の側面はジオラマを立てて、細かいとこは後からこうジャビジャビしたシャーベット状のものは筆で乗せていくようにします。はい、ということで全体的に雪を降らし終わったということですね。雪を降らせたといっても、もう真冬のようにドカ雪ではなくて、こう春のようにちょっと地面が透けてるような感じなんで、雪をね積もらせすぎず、かといってね少なすぎず、うますぎずということでね、本当にちょっとね微妙なところではあるんですけれども、まあ最初なんで仕方ないかなと思いまして、まあともかくね雪は積もらせ終わったということで、いよいよ最後ですね。今回はね工程的に一番最後になるんですけれども、このね木を植えて、そして完成と
いうことになりますので、もう一息頑張っていきましょう。よし、じゃあね、この作った木をね、こちらの斜面に植えていきたいと思います。ひとまず24本植え終わったんで、残りのね24本あと半分植えていきたいと思います。よし、これで最後の1本、行ってこい。よし、ということで完成でございます。ありがとうございます。今回の動画いかがでしたでしょうか。本当にね、人生初の雪のジオラマだったので、出来具合によってはねボツも覚悟しておりましたが、結果うまくまとまってくれてほっとしております。春を近くに感じ、雪の中を走る列車たちも生き生きして見えます。雪以外にもまだまだチャレンジするジオラマがたくさんありますので、これからも精進してまいりたいと思っております。ということで、今回も長時間最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ次回の動画もお楽しみに。ということで、またね、バイバーイ。